どうして戻ってきた？そうかて帰れ言うたかって一人じゃ無理や。だからといって。なあ、一緒に行こう。うちな、もう先生と一緒じゃないと生きていかれへんねん。無理を言わないでください。私はこれから行かねばならないところがあるのです。ほしたらうちもついてく。それはできない。邪魔にならんようにするから、後ろの方からそっとついていくから。せやからな、うちを一人ぼっちにせんといて。あんたからも頼んで。明里。しばらく山南先生はあなたと会うことはできない。あなたのことは我々が必ず無事に親元まで送り届けます。いやいや、うちは山南さんでないと。わがままを言うな！これ以上私を困らせるな。必ず迎えに行くから、丹波で待っていなさい。いつ来る？約束はできないが、必ず行く。そしたら一緒に富士山見に行こうな。約束する。きっとやで。忘れたらあかんで。先生、まだいたのか。これ菜の花やろ。菜の花だ。そこに咲いてたの見つけたんやな。今頃でも咲くことあるんよ。うちの言うてた通りやろ。私の負けだ。山崎君、明里のことよろしくお願いします。必ず送り届けますのでご安心ください。
待ってるからな。人偉い人なん？新選組総長山並圭介さんです。何してかしたん？切腹するんやろこれから。そうかってあれ死に装束やもん。先生は人の道に背いたわけではない。安心した。ご存知やったんですか？うちそれほどアホやないもん。うちが泣いたらあの人悲しむだけやろ。ほやから騙してやった。先生もすっかり信じ込んで案外あの人もああ見えて信じやすいやな。アホや。